静岡市と県はこれまでに大雨の影響を調べるため市内に違法で造成された森戸13カ所の状況を確認してきましたそのうち11カ所では新たな土砂の流出や森戸の崩落は見られませんでしたしかし山間部に無許可で造成され県が措置命令を出した日向地区と杉尾地区の大規模な森戸には表面の小さな崩落や 排水口の目詰まりが確認されたということですこれを受け、きょうから造成事業者が応急的な復旧工事を始め、杉尾地区は今日中の、日向地区は18日頃までの完了を目指しています。